この顔が2人同時にアップで来るとか、そういうパターンじゃないの？来ないんかい。今度こそきっと大丈夫。これダメなやつだ。これダメなやつだ。あ、餅？え？6、1、来るよ、来るよ。急に来るよ。ほら、来た。今のはちょっと分かってた。飾り、目線。ああ、こっちは、あ、ゃこの野郎、やりやがったな。くっそー、もう。開けちゃっていいの、これ。ペロペロー、暗黒茶でーす。ということで、今日も今日とてのんびりと神装束やっていきましょう。で、なんだっけ ?757、この番号謎。4桁入れる場所はまだ見てない気がする。で、これよ。ちょっとわかんないんで、ね、合わせたけど、わかんないので、もうヒントいっちゃおう。うん。ヒント。え？鬼門で球根比を調べる。それぞれの色の矢印が指す文字の画数が時刻の手がかりとなる。あ、マジか。無常道殿に戻り、時計の時刻を合わせ、紙人形を再度拾う。あー、そういうことか。これあれだね、罠だね。前回、前々回ぐらいで、なんか矢印の向きに合わせるってやってたから、それに引っ張られちゃうってやつだ。え、これ画数 ?1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5。あ、そうだね。1,2,3,4,5,6,7,1,2。そうだね。で、7。ん？これは ?7。7,7。赤だけ2。かな？赤だけ2時で、他は、7時。赤だけ、あ、待って、赤だけだ。赤だけ、これさ、うまく。黄色だ。無理だね。はい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 。みんな動いて。はい。他は7時。赤だけ2時で他だけ7時。待って。赤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 青じゃん。青。これ困ったね、この仕様ね。はい。で、青と黄色は7時。はい。おー、びしょ。3度目、あ、2度目。大丈夫？来るんじゃない？来るよ。大丈夫？この顔が2人同時にアップで来るとか、そういうパターンじゃないの？来ないんかい。来ないんかい。今度こそ。はい。ふぅ、これでやっと書けるね。からの？今度こそ。きっと大丈夫。これダメなやつだ。これダメなやつだ。あ！え？面って書かれちゃった。え？上手じゃないの？え、なんだ？紙に。これは、面の字か？え、死者から生者へ。書かれちゃった。ハニー姉なのか？自分は無実だと言いたいのか？やばい、何？何？勝手に変わった。あれ？あれ？あ、ハニー、ハニー、あれ？ハニーの名前書かれた。この紙人形の文字、ハニーの名前じゃないか。どうして？あれ？じゃあこのままだと、ハニー姉じゃなくて、ハニーの方が、なんか、やらかせちゃう？やらかしちゃうつうか、なんか、なんだ？訴訟されちゃう？あ！どうして？誰今の？え？あ？あれ？パパ、ママ？筆まで取られた。地面に何か落としていったぞ。父さん、母さん、一体僕に何を伝えようとしてるんだ？なんかあんのかな、謎が。小さなブロック。土と書かれた小さな木製のブロック。え、なんかあれかな？何かハニーじゃねえわ。なんかダーリンが今何か行おうとしていることが実は間違っていて、パパママが教えようとしてくれてる？そういうパティン？でももうなんかちょっと今なんだろう、さすがに3回目になるとちょっと逆っぽく見えたね。ってことで、このを、多分ここでしょ？はい、入れました。入れたけどこれなんだろう？これ隠すでしょ？なんか、え？なんだろう？水木。これこの人たちでしょ？
で、しかも持ってかれちゃった場所に行けないから、なんだ、どうすればいいんだろう。この写真は別に、ないね。どうしよう、そしたら。これのヒントがわからんな。これ、くぼみに、あ、餅？違うか。さすがに違うか。丸いくぼみに餅入れるわけでもない。なんだろう、あと。え？もうヒントいっちゃうよ。いっちゃうからね。はい。ブロックを隣の舞台に取り付ける。はい。指示通りすべてのブロックを正しい位置に移動させると、舞台が使用できるようになる。指示通り？え、指示通りってどういうこと？そんな指示あった？え、なんかさ、この白い人、黒い人は、あ、これ白い人、舌長い人でしょ？でしょ？で、なんかその人のチャームポイント的なの、別にマーク見てもわかんないよね。その指示通りっていうの、指示がどこにあるのかわかんないね。これ次のページはあった次のページあったわ。陰陽の境目があやふやになった時、この世で稀に霊の行列を見かけるのを、冥平尺道と言い、聖者はそれを避けるべきであるとされている。あ、もう見ちゃったけどね。黄色い位牌を持つ者は生前に権力を持つ者で、冥平の先頭に立つことを多し、赤い位牌を持つ者は生前に借金をしていた人であり、運番目に続くことを多し、緑の位牌を持つ者は生前に傲慢で横柄な態度をとっていたもので、運番目に続くことを多し、私は横柄今読めなかったな、今調べてきたんですけど、意外とね、なんだろうね、やっぱ文章を読むっていうことをしないとやっぱ漢字読めないですよね。個人の魂は冥界に入り、この世の出来事を忘れ、すべての執着から解放された後、橋を渡り、最後には生まれ変わる。この世のものをあの世へ送るには、個人のために、銘仙や、紙人形を燃やす必要があり、メイドの土は汚く冷たい。よって子供たちは、道中の水を飲んでくれる、紙製の動物を燃やす必要があり、男は馬で、女は牛なり。へぇー。まだ続きある。昼は、日のように白く、夜は影のように暗い。陰の監視は五行に属す。白黒無常それぞれが昼と夜を司る。牛刀場面は木属性、木属性にあらず。火は究極の陽であり、水は究極の陰である。場面気卒は土属性にあらず。下の長い無常、日没に出てこず。あー、難しいね。順番に行こう。だから白と黒となんか知らん人と牛と馬がいて、こっちはなんかさっき並んでた行列のなんかあれかな、黄色い位牌と赤い位牌と緑の位牌を持つ人それぞれ名兵の黄色が先頭で、あと赤と緑が何番目かわかんないと。で、あと下の方に書いてあるのは、あれだね。なんか、メイドの水は汚く冷たいから、子供が成仏してもらう、成仏させるためには、動物の、紙で作った動物を燃やす必要があって、それが男の子の場合は馬で、女の子の場合は牛だと。あの子も成仏させてあげるってことなのかな？で、こっちだね。白黒無常はそれぞれが昼と夜を司る。下の長い無常、日没に出てこず。日没に出てこない？あれ？下の長い方が白だっけ？あ、そうだね。昼。え？え？え？これ五行か。火、水、木、金。これなんだ？五行ってなんだと。土？土だ。これあれだね。あらずって、これじゃない、土属性ではないって書き方をされてるから、難しいね。牛は木属性じゃない。馬は土属性ではない。火は究極の陽である。水は究極の陰である。で、昼は陽のように白く、夜は陰のように暗い。そしたら、牛が木じゃない。馬が土じゃない。牛が木じゃない。牛が木ではない。これ木ではない。で、馬が、
土ではない、うん、ここは間違ってる。で究極の陰が、昼を司るでしょ、うん、で究極の陽はこれでしょ、うん、でそうなるとこの金が金はどこだ、金は何だろう、あの真ん中の人、真ん中の人が何か分かんないね。これとこれ入れ替えてみる？いや違うな。3パターンはこれがこうだとしたら、こう。もう違う。こうだとしたら、ああ、開いた、びっくりした、もう日陰？川陰？また神影劇はもともとは幽霊劇だった。その昔、武帝の最愛の側室であった、李夫人が亡くなり、彼女への未練を晴らすため、民間の道士を招き、綿と絹の影人形に昇魂したのが始まりという。その影人形はまるで夫人が生きているかのように人間の言葉を話し、武帝は大いに喜んだ。この方法は後世になって失われた。例の鬼門が開かれる日には陰の木に舞台を設置し、個人の影人形などを作り、その影に個人を昇魂するという言い伝えがあるものの、しそれに成功した人はいない。昔、なんか神人形に魂を宿して、なんかね、生き返ったかのように見せるみたいなことが行われていたけど、それが後世になって失われたと。で、また鬼門が開かれる日、今日でしょ？に、またそれをやると、できるかもしれないけど、成功した人はいないと。星イコール6。ページある？あ、ないね。なんだろうこれ。え、大丈夫？急に来ない？舞台には神人形一つもない。あ、神人形、ここ舞台か。神人形を作って、置くってこと？え、神人形を作るって言ってもあれだよね。神、作れる？だってこの、破れちゃってるよ。ねえ。ねえ。あと、星イコール6ってあったけど。あー、これか。あれ？でも、他の文字がわかんない。これ関係ないっしょ？ヒントいっちゃおうか。ヒント見る。え？え？各手がかりからパスワード43618を手に入れる。寺の外にある机の2段目の引き出しを開け、小さな飾りと名線を手に入れる。あ、そういうことか。この塞がれてる場所がパスワードだったんだ。いやー、それはわかんねえわ。そんなあった？そんなにあった？ああ、あるわ。1、2、4箇所あるわ。あれ？でも、下が何尺？ 3 尺？ 1 でしょ？あ、そうか。だからこの四角とか三角なんだ。ああ、全然気づかなかった。で、これ上三角、下三角だ。あ、なるほどね。はい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 。で、あれか、これも、あの列を見て、その、先頭が、黄色だっけとかなんかの、で、何番目にいるみたいなのを調べて、で、やるってわけだ。なるほどね。見ちゃったけど。で、結果、43618と。これはちょっと難しかったね。43、43、61。来るよ。急に来るよ。ほら、来た。今のはちょっと分かってた。今のは分かってた。小さな飾り物、何かの模様の一部のように見える。昔の名線、小銭の形を知る。これどうすんだろう？アイテムいっぱいだね。飾り、名線。ああこっちだ、この野郎、やりやがったな。くっそー、もう、まさか3連続で来るとは思わなかったわ。やられた。今のは分かってたんだけどね、ここの。ここは分かってたんだけど、まさかこっちで来るとは思わなかった。やめろー。え、何？どうせ来るんでしょ？みたいなのも読みできてた、今。
もうやめろ、本当に。びっくりすんだから。もう、なんだっけ、何しようしたっけ。これ丸いのはまんない、これ。あ、違うな。違う。あ、はまったはまった。まがたま、あれ、1個じゃダメだよね。対極図が半分足りない。ほう。これはお金、名線は、なんだっけ、名線がなんとかってなんか書いてあったよね。名線や紙人形を燃やす必要がある。え、名線はこれ燃やせんの、これ。燃やす必要がある。え、ここ燃やせる？いや、紙じゃないもんね、これね。でもこの像動き出さないから、よかった。なんか動き出すの、出しそうな気がしてたから。あれ？どうすんだろう？わからん、わからんね。もうヒント行こう、ヒント。もう。生地を作り出し、机に置く。生地をタップし、ん？あんこをタップし、海苔を入れる。え？海苔入り、え？海苔入りの、海苔入り生のあんこ餅が出来上がる？もう作ったよ。持ってるよ、なんなら。なんなら持ってるよ。え？海苔入り？海苔入り生のあんこ餅？また作んの？え、いくらでも作れるの、これ。まずはこの餅を調理で使ってしまおう。ん？あ、こっちだ。こっち持って。あれ？いや、できない。え、持ってるよ、もうこれ。調理済みあんこ餅。え、まさかここで、え、積んだりしないよね。あ、違うわ。生地を取り出し、机に置く。待って、これあれだ。海苔も置くの？違う。あれ？海苔置けない。え、どういうことだろう？まずはこの餅を調理して使ってしまおう。餅生地。え、餅どうすんの、これ？食えってこと？え、どうすんだろう？待って、調理済み、あ、こっちのヒント見ようか。調理済みあんこ餅。ガキに食べさせることができる。海苔が入っていないため効果は期待できない。あ、待って。ガキってこれ？口開けてる、あーんって。はい。あ、食べてる。この像、餅を食べたぞ。そうか。なるほどね。海苔入りで口を塞ぐってことか。なるほどね。そういうことか。あの像生きてんだ。だから、これ置いて、海苔も置くんだ。あれ？あ、開けて、海苔。あんを入れて、待って、順番は？あんこをタップし、海苔を入れる。あんこをタップし、海苔を入れる、入れた。よしよし。で、包む。オッケー。海苔入り生のあんこ餅。ああ、難しいね。で、それを焼くんだ。はい。口を塞ぐってことね、あの子うるさいから。で、蓋閉めて、はい。はい、美味しそうね。はい、海苔入り調理済みあんこ餅。中に海苔が入っている。美味しそうだね、これね。美味しいよ、これ。食べて。早食べ。早食べ、パクパク。あ、口閉じちゃったね。これで叫べないね。はい。飾り、小さな飾り物。何かの模様の一部のように見える。なるほどね。これで曲がった玉が揃った。ここに、もう一個。はい。お、鍵だ。ギザギザのない鍵。どこで使うのか見当もつかない。あれ、鍵穴なんてあったっけ？しかもギザギザがない鍵ってこれ鍵の意味あるの？なんか適当にピッキングできちゃう気もするけど。あれ、ここ違うよね。あれ？鍵？鍵？鍵？ここ人形でしょ？え、鍵穴なんて、どこで使うか見当もつかない。なんかあれじゃない？鍵、鍵付きのものだとは思わない。もうこの顔見るだけで声は。ちょっとなんか、ナルトのオロチマル思い出すわ。この鍵を、なんかどっか、まさかこんなところに鍵穴なんてないだろみたいなところに、鍵穴があるんじゃないの？何かを持ち上げるような動きをしている。何かあるのかしら？いや、だからさ、こういう系ってさ、ほんと、なんだろう。どこに使うか分かんないとか、まあ、やっぱ謎解き系は難しいよね。
発想というか、なんだろう、作った人と同じ考え方の人じゃないと多分ね、なんか、え、そう考えるのみたいな感じな時ありますよね。あ、これは違うか。わかんないね。鍵穴どこですか？はい。もうヒントばっか。ギザギザのない鍵はドライバーの代わりに標識のネジを取り外すことができる。それは気づかない。それは気づかない。うん。それは気づかないわ。これもヒント見てわかんないわ。ね。通行禁止。確かに止まってる。で、こうやってアップで見れるってことは、なんかできるってことだったんだね。もう最新見ちゃったからもう覚えてなかったわ。おい、あ、大丈夫、ここ、大丈夫。通行禁止の標識、おそらくどこかの道路から盗んだものだろう。それをダーリンも盗んでいく。で、何使えんのこれ。標識。うん、これ貼る？ここに。いや。え、これの使い道？何使うのこれ。なんか、持つ？あ、持った。え、あ、こっち見てる。なんか持たせてあげればよかったってこと？ああ、違うわ。この子たちの通行を禁止したんだ、これで。ああ、なるほど。で、おこになったんだ。止めんじゃねえっつって。あ、なるほどね。じゃ、え、いいの言っちゃって。何これ。あ、なんだ、ちょっと模様が違う。4 6 6 3 5 5 5 5 5。ん？え、一個試しに。4。あれ、でもこれと一緒って、これ？あれ？あ、違うわ。あれ、4でしょ？ 4、6、5、3、5、ん？ 4、6、6。あ、違う、4、6、4 6 5 3 5 5 5 5。え？あれ？押せない。あ、押せない。なんだろう、なんか順番どっかに書いてある。待って、リセット。いや、特になんかヒントっぽいものは。これ押せだね。4。あ、違う。ん？なんだろう。あ、よいしょ。なんだこれ。何順これ。1、2、1。4、6。なんだろうこれ。普通に手当たりしちゃいけないのかな。でもこれ大変だね。うん、ちょいちょいちょい。おい。おい。あ、惜しい。おいおい。これどうだっけ。こう行ってこうこう。開けちゃっていいのこれ。暗いな。全く光が届いていないようだ。鬼門じゃないのこれ。やばい世界じゃないのこれ。覗いていいのこれ。あ、死者たちが。真っ暗な中、しばらく歩いていると。歩いちゃっていいのこれ。あ、じいちゃんとかいる。気のせいか。おかしいな。別世界にでも迷い込んだみたいだ。いいのこれ、言っちゃって。あ、なんか、ちっちゃい子抱いてる気がするこれ。前方に、少しだけ、明かりが見えるぞ。この人たちは、父さん、母さん、それに、4階の老人と、あの奇妙な子供。やばいんじゃない？ちょっと。橋渡っちゃうと、輪廻転生しちゃうみたいな説明あったよね。どうして、びくともしないんだ。さっきから、一言も喋らないし、瞬き一つしてない。ただの、像なのか？見た目は、本物の人みたいだ。いや、生きてる人というより、あの老人の隣に立ってる女の人、どこかで見たような。僕が燃やした紙人形とそっくりじゃないか。
大丈夫なこれ、探索すんの。じいちゃん、この人たちはピクリとも動かない。うん、あ、白い紙人形。あ、影絵人形、誰かの面影がある。ああ、これ赤ん坊を握ってんのかと思ったらあれなんだ、あの歯に姉ね。これ本能的にこの橋には行かない方がいいと思うだよねですよね。あ、あ、赤い羽、水面近くに、赤い羽じゃない、赤い紙人形。水面近くに手を近づけるだけで不自然な冷たさを感じる。手を入れたら大変なことになりそうだ。マジか。え、これでダメか。他に救えるもの、いや、これ名船じゃ無理だね。なんか拾ってこれるもの、なんかあったっけ。あちょっと動いてるよさっきまでこんなじゃなかったよな。ああ、そうだよね。人も変わってる。ちょっとポーズ取ってるし。ね、じいちゃんギャグ入ってるよ、ギャグ。なにこれ。あ、紙細工の図面だ。紙、竹ひごと紙で紙皿を作る方法が描かれた図面。ね、これちょっとずっと出すとダメだよ。一瞬パーンって出さないと。これビビっちゃうパターンじゃないね、これね。ギャグですよ、これ。この人たちはピクリとも動かない。なんか、だるまさんが転んだ的な？え、それじゃないよね。近づいてきてるってわけじゃないよね。とりあえず図面取ったから、戻るよ。来る？大丈夫？と思って？からの？おい。図面を、はい。はい。あれ？あれ？図面。あ、ん？あ、竹、あ、竹、はい。あれ？あれ、図面は？あ、図面は行った。図面、あれ？図面はどこ行ったの？まだ紙の糊付けが必要なようだ。え？あれ、図面消えた。持ってんのかな？糊が必要なんでしょ、次。だから、これと、これを、普通に、ん？糊ってどうやって作るんだっけ？ナビに水を加えて、はいはい。生地を入れて、水を加えて、で、はい。で、こね。はい、海苔。同じアイテムを何回も使うんだね。で、海苔を、はい。はいはいはい。で、紙をつけましたと。お、紙皿。紙でできた皿。水を入れることはできそうにない。え？皿作ってどうすんの？図面がどっか行っちゃったからわかんないな。おお、もうゾクゾクする。そうしたら、一回ここで区切ろうかな。ね。なんか、もうあれなのかな？結構終盤なのかな？ね。何ステージぐらいあるんですかね？これ4ステージ目ぐらいかな？ね、謎が解けるのか、果たしてまた、この後また別の場所に行かされるのか、わかりませんが、まあ、のんびりとやっていきましょう。ということで、以上、ここまで暗黒者でございました。お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。バイバーイ！ペロペロー！